皆さんこんにちは、陳平寛太です。信州の旅、楽しんでいただけましたでしょうか。今回は長野の観光スポットで見つけた遊び心のあるおすすめのお土産を紹介しちゃいます。最初におすすめするのは、遊び心というよりはどこへ行ってきたかが一目でわかる、ご年配の方に喜ばれること間違いなしの和菓子。一口サイズで食べやすく、甘さ控えめで日本茶にとっても合う蒸しきんつば。長野はわさびが有名ということもあってですね、こんなお土産用のチョコレートも売ってますよ。と言ってもですね、裏を見てみるとですね、こちら販売者は松本市になってますけどもね、製造所見てみると、なんと岡山県なんですね。まあわさびは長野産のわさびを使っているわけではないということですね。まあ他にもわさびのね、名産地は伊豆とかありますからね。おそらくこのチョコレートは伊豆に行っても売ってるのかな。伊豆に行った時には気づかなかっただけなのかもしれませんけどもね。とりあえずどんな味なのか、編集の合間のおやつとしてちょっと食べてみたいと思います。開封してみましたけどもね、ちょっと柔らかめのチョコレートらしくてですね、こんなに崩れてしまいました。色は若干わさび色ですよね。さてさて、お味の方ですけどもね、わさびの味がするのか、それとも甘いのか辛いのか、ちょっと食べてみます。柔らかいね、ポロポロ、うん、わさび、あ、来た、甘いのが最初って後から辛い、甘辛いっていうか、うん、なんか不思議な味だな。美味しいのは美味しいけど不思議な味です。うん、結構来るね、わさびツーンと来る。あ、おお、来た。これはこっそり家族や友人にお土産として封を切ってからですね、食べさせてあげると結構面白いかもしれないですね。チョコレートイコール甘いですからね、甘い感覚で口に入れた瞬間にうーってくるよね。これはやっぱ遊び心あるね。続いて紹介するのは、 PP バンドの箱に包まれたリンゴ。箱を開けてみるとリンゴそのものと思いきや、これなんとおまんじゅうなんです。この形といい、色合いといい、よくできてますよね。包み紙まで本物そっくり。中にはリンゴジャムが入っていて、ほんのりリンゴの味がする、遊び心満載の民芸菓子。こんなに可愛らしいおまんじゅうは女性の方のお土産にぴったりですね。最後に紹介するのは、長野といえば言わずと知れた蕎麦の名産地。しかも戸隠が有名ですね。見ての通り、この蕎麦は風呂敷に包まれた遊び心のある商品。4人前入りで、梅雨付きの信州限定の戸隠生蕎麦。100均で揃えた器に盛り付け、それっぽくして食べてみましたが、お店で食べるのと負けず劣らずの美味しさ。今回紹介したお土産のほとんどは目移りしてしまうほど品数が豊富で、長野のお土産が一度に揃う、松本城から徒歩で数分の信州土産どころ高木。間違いなくおすすめのお店なので、信州旅行の際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。陳平寛太は旅を続ける、そこにまだ見ぬ風景がある限り。